茨城県道315号下宿日立高野巣、停車乗船中市飯田茨城県道315号、下宿、日立広市のス停車乗船は、茨城県中市内を通る県道で、JR 水軍線日立高野巣駅と接続するための道路である。路線名は、下宿日立高野巣停車乗船とも表記される。中市との茨城県道102号、 長沢三戸線交点を起点に、東方向へ向かい、JR 日立高野駅へ接続する、一般県道で、途中、中市飯田地内で、国道118号と交差重複する。路線名で、起点場所を示す下宿とは、路線認定当時の起点におけるあざなであるが、起点位置が、大あざどあざ上宿へ変更になった現在も、路線名称がそのまま踏襲されている。 なお、路線名称の表記については、路線認定当時より、下宿、日立広志のステーシ乗船とされるが、現地の案内道路標識に記名されている。路線名称は、下宿日立港のステーシ乗船となっているほか、1977年以後の、茨城県国時においても、下宿日立港のステーシ乗船の記載が見られる。1959年10月14日、 新たな県道として、中郡中町大技土技月宿を起点とし、中郡中町大技広市の巣の日立広市の、ステー車場を終点とする区間を本路線とする、県道月宿日立広市のステー車場線として、茨城県が、県道路線認定した。1995年の茨城県道再編に、伴い、整理番号315となり、現在に至る。 中市内の迂回路として、主要地方道中インター線の前線も、県道下宿日立高野須線に含まれ、この前後の国道118号、主要地方道売りづら線も含め徴用区間となっている。福音、曲線半径、勾配その他道路の状況により最大積載4トンの、普通貨物自動車が通行できない区間。ABCD 道路の区域の変更、茨城県法、第1010号、ピアニッシモ、6から7、ABC 県道路線認定茨城県法、号外10月14日よりハット AB、道路の共用開始、茨城県法、第7230号、ピアニッシモ、34、AB、道路の区域の変更、茨城県法、第513号、ピアニッシモ、23、AB、 車両制限例の規定に基づく道路の指定、茨城県法、第1139号、ピアニッシモ、6から11、道路の区域変更、茨城県法、第6530号、P7、ABCD、茨城県道路現況調書平成26年4月1日、現在、ハット AB、県道の路線名を呼び、整理番号の変更、茨城県法、 第637号、ピアニッシモ、8から12、茨城県法を号外昭和10年11月29日、茨城県国時第731号より道路の、区域決定茨城県法、号外10月14日より、道路の区域変更、道路の共用開始、茨城県法。第5910号、ピアニッシモ、2音、道路の区域変更、茨城県法。 第6421号 P3AB 道路の区域変更茨城県法第7230号ピアニッシモ23ありがとうございます